私はニャーニャーの中にはちょっと慣れないかな。あゆなさん、こんばんは。こんばんは。今日も一日頑張ったですね。お目目キラキラだな。そろそろのんびりしていい時間かな。うんうんうん。あゆなさんとかね、もう常にのんびりしてるような気がするけれど、よく見るテレビ番組でも見たいです。猫たちもテレビを見てるの。あゆなさんに会えて嬉しいな。こちらこそ。今日はとってもいい日なのです。なんかあれなんよね、もうちょっとさ、効率よくお金が稼げたらなってめっちゃ思うんやけど。今日もいっぱい遊ぼうね。ももちゃんの方も着せ替えがしたい。いっぱい遊びたいです。着せ替えがしたいのに。でも春っぽくって思ったけど、なんか秋っぽくも感じるな。はい、それじゃあとりあえずエピソードを見ていこうか。かわいい、近寄ってくる。みんなでお昼寝。これは一応なんか、まあ、メインストーリーなわけやん。メインストーリーには終わりがあるんかな。その何かしら、なんていうん、結末的な。今日はとってもいいお天気。屋根ってニャンダフル。屋根？壁もニャンダフルです。安心します。ちょっとよくわからないけど、まあなんか外敵から守ってくれる的な。2匹は今まで屋根や壁のないところで暮らしてきたのかな。まあ野良猫だったら大体そんな感じじゃないのね。まあ屋根ぐらいはあるかもしれんけど、あのさ、なんか棚の2段目の棚に置いてある黄色ピンク青のあれ、なんか気になるんやけど、可愛くない？何度も天井を眺めたり壁を指さしたりしてクスクスと笑ったりしています。可愛いな、そんなことで。雨が降っても穴探さなくていいんだもん。穴、寒い時にも穴探さなくていいです。うんうん、過酷な環境です。ミルクさんも過ごしていたのね。はい、すごい探して見つからない時はニャンニャン泣いたです。へえ、悲しい。それに比べてめっちゃ悲しい。お家ってどんわかです。お、座った、座ったよ、可愛いんだけど。どんわか、どんわか。あ、いいね、その体勢めっちゃいいね。可愛い。2匹はそう言って嬉しそうにゴロゴロと転がっています。あ、なんか思ったけどあれなんやね、こういうちょっと絵本みたいな、絵本みたいなタッチの絵の時にもちゃんと着せ替えた服が反映されとんやね。お家があるって可愛い、幸せよ。うん、お家があるってハッピーです。そう言いながらなんだか2匹はうつらうつらしてきて、今にも眠ってしまいそう。まあね、春やしね、ポカポカ眠っちゃっても襲われる心配もないですし。大丈夫よ、もうのびのびと寝てくださいまし。ほんわかです。ほんわかだわ、いいね。むにゃ、靴の裏になんかちゃんと足跡マークがついとんやね。とうとう2匹は寝てしまいました。あなたもなんだか眠くなってきて、気づけばもうお昼、昼ご飯の時間になってしまいました。みんなで昼ご飯を食べましょう。お昼、お昼。ねえねえ、あゆなさん、家を好きな人って家族って言うの？それは聞いたことがないな。家族って書いて家族って読むんですよ。何、ミルクはあれなの？家族って漢字まで読めるの？一緒の家に住んで、素晴らしすぎないですか？一緒にご飯を食べて一緒に遊ぶ、まあ、私たちみたいな感じやね。お家が好きな人たちのことです。じゃあ、もう元ミルクちゃんとあゆなさんは、まあ、家が好きかどうかちょっと置いておいて、一緒にご飯も食べてますね。遊ぶ時も一緒だし、お家のことも好きです。じゃあ、家族ってことかな。そやね、もうももちゃんとミルクは家族だね。確かに、そうですね、うん、そうですよ。ももちゃんとミルクとあゆなさんは家族です。いいね、にぎやか家族。そうだね、家族になりたてなんだね。うんうん、そうだね。このご飯と一緒で出来たてほやほや家族です。あ、今ご飯を食べているということなのね。出来たてほやほや家族っておいしいね。家族がおいしいわけではないんだよ。家族ってどう食べるです？食べれないよ。ミルクの尻尾なんか埋まってない床に。あなたと猫たちは出来たて家族になりました。なったのね。なるほど。
お、家族レベルアップ。家族レベル8。もうだいぶ上がってきたね。どこまであるんやろレベル。あゆなさん、聞いて聞いて。何、どうしたの。桃の部屋が欲しいのよ。お、個人の部屋。猫が。なんで欲しいの、どうしたの。桃ね、自分のお部屋って憧れてたの。まあそりゃ憧れはするだろうけれども。桃の好きなものを集めたり飾ったりしたいの。ふんふん、しょうがないな。お部屋あげる、しょうがないな。やった、ありがとう。いえいえ、ももちゃんの部屋ができました。お部屋ではももちゃんと2人のお話をすることができます。あゆなさん、お願いがあるんです。もしかしてミルクも。ミルクの部屋が欲しいんです。おー、なるほど。え、てかあれだよね、あゆなは一人暮らしなんだよね。何個部屋があるの。なんで欲しいの。自分のお部屋があると好きなものを集められるって聞いたんです。ってことはここからなんか、まあ、ミルクとももちゃんのちょっとなんか個性が出てくるってことかな。部屋にも集めてみたいなって思うんです。勝手に集めてくるんかなこれ。何を集めたいの。お掃除グッズとか。お掃除グッズ、可愛いぬいぐるみもいいですね。お掃除グッズ集めるの。なるほど、可愛いぬいぐるみはわかるけど、可愛いお部屋にしたいって思うんです。うんうんうん、似合いそう。しょうがないな。ありがとうです。いろんなものを置いてミルクにぴったりです。うんうん、素敵なお部屋にしたいです。これはももさんとミルクが勝手に仕上げていってくれる感じ。ミルクちゃんの部屋ができました。お部屋ではミルクちゃんと2人のお話をすることができます。うんうん、ももちゃんの部屋ができました。ももちゃんとお話をすることができます。ミルクちゃんの部屋ができました。ミルクちゃんとお話をすることができます。部屋はとりあえず3部屋あるってことかな。ん、あ、これじゃないや、こっちか。これがももちゃんの部屋。なるほど。このなんか壁紙とか別に服装に合っとるとかいうわけではないよね。めっちゃ可愛いけど普通に。じゃあちょっとミルクちゃんの部屋は、あ、いや同じやね。うんうん、でもなんか壁に貼ってあるものが、なんか服が貼ってあるんやけど、何あれ、エプロン。こういう感じ、なんかもっとピンクピンクした感じかと思ったらそうでもないんやね、ミルクちゃんは。うーん、こんな感じらしい。はい、それじゃあちょっと今日ガーデニングをね。あ、水があげられない。水はどこで集めてくるんでしたっけ。ちょっと待ってね。とりあえず違うわ、遊ぶ。あ、そっか、これでこれでゲットできるんか。ってことはちょっと猫じゃらしをしていこうかな。音楽に合わせて猫じゃらしを振ってね。そうか、猫じゃらしとはそういうやつやったっけ。はい、来い。もうどんな遊びだったかも忘れてたよ。もうこのね、可愛い2人の動きにもあまり注目できない。はい、でも器用やと思わん、こんなね、2匹同時に違う動きをするっていう。あー、厳しい。全部成功させたいね、これ。え、前回さ、あれやん、何回か、1回 ?2 回ぐらいなんか失敗したやん。あー、あ、怖い。行きたい、最後まで。はい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 。あー、怖い。あー、あ、ダメだ。くっそ、コンボが途切れてしまった。くっそ、なんてこったい。つらい。ほら、もうまた2回失敗や。多分前回と同じような感じじゃないこれ。く、後半に来てのこれはつらいね。すごいすごい。ノリノリでしたね。ありがとう。ノリノリだった。めっちゃ体こわばっとってんやけどね。ガッチガチやったよ。はい、これで素材、幸せの水もちゃんとゲットできたね。オッケー。ってことでガーデニングをしようか。5回分あれば多分大丈夫なはず。あ、多分梅の花は、ま、すぐ、もう咲いたね。オッケーオッケー。ふぅ。
ちゃんとこの1回分の遊びで咲くところまで持っていけるはず。はい、来たー。3つ同じのができてしまった3つ同じのができてしまったよ。はい、これでポインセチア。ポインセチア初めてやん。そして梅の木。ウッディはいつできるんかななんか非常に思ったんだけど、このもう片方のね 20% の方が出来上がってほしいなってめっちゃ思うようやけど、やっぱ確率が低いから。はい、 20% の方ができてほしいです。そしてここも 20%、 5% やったよ今5% やったよ今。か種もね、もうちょっといろいろと欲しいんやけど、まだまだゲットできない。はい、これと、あとは、まああとコンペイトーだけか。この世界のコンペイトー有能すぎるけんね。お、あ、これはでも無理だな。1500もないもん。これ新しいやつあるけど、これ2000円もする、高っってことや。あー、これもできなかった。じゃあこれでいいよこれでいいよ。はい、こういう感じで。じゃあちょっとご飯、新しく作れるようになったものはないっけ。猫まんま2回、焼き魚1回。猫まんまを今回1回作ったら、次回新しい食べ物が作れるようになるわけやね。はい、スタート。 YYBX、 こいこい。 YYBAX、 結構なんか本格的に作るよりよね。あ、待って、待て待て、あ、怖い怖い怖いY と X をよく間違えるんよね。はい、これで猫まんま完成。あ、でも満点じゃない。やったね。一回間違えたのに。いただきます。よかったよかった。ミスはカウントされんってことかな。とりあえず時間内に仕上がればいい感じ。わからんけど。ごちそうさま。はい。そしてちょっとお出かけをしたいんだけれど。はい、お出かけしよう。お出かけレベルも上げていかんとね。縄張りパトロール始めるです。はい、パトロール日和です。とりあえず全て3でいきたい。幸せだねと思っている。そしてあれやんね、スコップとかまあいろいろ渡したから。そういえばあと1個なんか渡せないプレゼントあったっけ。やりましたです。イエーイ、木の枝。何があるかな。あ、うー帰ったらご飯食べたいです。さっき食べたところだよ。食べて出発してきたんだよ。助けて。あー、なんだ、よいしょよいしょです。ダメだ、ちょ、移動回数が減るのがなんかすごい辛いんよねこれ。出られないよ。あー、ダメだ、よいしょよいしょ、もうダメだ。てか2人とも多分服とかドロッドロやね。出して。はい、どっこいしょあー、やっと出られた。これ移動回数減らんといてほしいな。頑張りましたです。お、四つ葉三つ、それは良かったのだけれども。楽しみです。待って、どうせゴールできんなら熊友のところに泊まりたいね。熊友との仲良しレベルもちょっと上げていきたいけん。次1だ、そう1。ワクワク。あ、全然違う全然違う、熊友すぎたわ。よいしょ。これ初めてスコップ使うんやない？あ、なるほど、中からなんか出てくる感じ。なふふ。へえー、まあ、手に入るものは一緒なんやね。パトロールをし、お家に帰るです。はい、帰ろう帰ろう。なんかね、これ経験値たまるのがすごい遅いんよね、結構。つらい。はい、エピソード。
つん、かつかかか。それで本当に会話ができるの？あのね、今ね、つーかーしてみたのよ。つーかーの中みたいなの言うよね。言うよね。近所猫さんに聞いたんです。ほうほう。つーとかーで全部お話しできる人がいるらしいです。ちなみに二人はそれ通じてたのか？ほら、家族になったじゃない。てれてる。炊きたてほかほかのできたて家族です。炊いてはないけどね。ほかほかの家族、できたてだよ。真っ白で美味しいご飯みたいだから、今なら何でもできそうな気がしたんです。ちょっと理由もよくわからないけど、美味しいとあったかいって一番強いと思うから。ほう、なるほどね。ねえねえ、家族といえば、うんうん、あゆなさんのご家族さんのお名前知りたいです。うんうんうん。じゃあアスムだね。アスム、はい、アスム、はい。あゆなさんのご家族さん、そうそう、アスムさん。アスムさん、うん、覚えたよ。覚えた？あったらちゃんと自己紹介するです。えらいな。この中では何、離れて暮らしてるっていう感じなんかな？それはともにゃく。なんだっけ、ともにゃく？想像。スーパーの中にチャレンジしてたです。チャレンジするものなんかな、よくわからんけど。スーパーでわかった？それはね、ミルクちゃんはスーって言ったよ。それはわかるよ。ももちゃんはカーって言ったです。それを、それが何を意味してるかは、手叩きながら笑いよる。チーとルーとかじゃダメなのかな？なぜチーとルーなの？猫だからニャーとニャーはどうです？それは通じるんじゃない？猫語でしょ。ニャーニャーの中の方が猫には向いてるかも。ニャーニャーの中、かわいい。今度はニャーニャーの練習をするです。え、普段それで会話してんじゃないの？違うの？一般的な猫は一緒に練習できたら楽しい。私はニャーニャーの中にはちょっと慣れないかな。通じないかな。あれが一周した時に家族レベルが上がるよってこと？ちょっとよくわからんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれなんかな、なんかこうストーリー的な感じでインテリアを揃えていくのか、それとも普通にこの部屋と同じようにインテリアを買ってきてそれぞれの部屋に置くんか、ちょっとよくわからんね。